さあ始まりました。女子が語る男のガールズトークセカンドシーズンメインパーソナリティの清澄と。牧です。よろしくお願いします。さてさて前半に引き続きなんですけど、うんうん、思考パターンとか、うんこう、趣味、好きなものとかさ、そういうのってさ、こう全員が全員当てはまるわけじゃないけど、こう ある程度こう近いものを持ってたりするじゃん。だん近いものっていうか、こう男性だとこういう思考の人が多いよねとか、女性だとこういう思考になる人が多いよねとか、あと男性だとこういうものが好きな、こういうデザインが好きな人が多いよねとか、女性だとこういうデザインが好きだよねとか、好きな人が多いよねとかっていう、そういうこう男性と女性のパターンみたいなものが、 ああるるる程度やっぱりあるような気がするのねでそれに全員当てはまるわけじゃないけどまあグループとしてあると思うの。うんうん、でトランスジェンダーに関してはさこれも全員が全員当てはまるわけじゃないけどその心の性別の方に近い思考パターンな気がする。 僕らだと男性の思考パターンに近い気がする。ああ、そういうことね。うん、うんうん。で、その MTF さん、元男の子たちはやっぱり女性の思考パターンに近いんじゃないかなっていううん気がしていて。うん。そう。そんな気がする。うん,うん。うん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 。確かにそうなんで。もう、すごい前にも言う。 言ったと思うんだけどさ僕がお世話になってる MTF の、えー、と看護師さんがある日顔色が悪くて顔色悪いですねって言ったらあの寝坊してメイ,クだしたメイク忘れただけですって言って <laughs> <laughs> すごいむっちゃ怒られた <laughs> プンってプンってされた。うん <laughs> 寝坊してメイクしてないだけですとか言ってすごい怒られて <laughs> でその時になんか女子ってメイクしてるのを褒めてもメイクしてないのを褒めても怒るじゃんっていう話をしたのねそうメイクをしてる顔を褒めるとじゃあすっぴんがひどいってことみたいなですっぴんを褒めるとメイク頑張ってるのにみたいなこと言うじゃんって言ったのね じゃんって言ったらなんかそこはね両方褒めなきゃいけないんだよって言われてどっちかメイクしてない顔も可愛いけど、うん、メイクするとさらに可愛いねとかうん、うん、わかんないけどあこれもダメかもしんないダメかもしれないその辺がさわ <laughs>、ね、<laughs> かんないしさえー、両方褒めなきゃいけないのみたいな。 うん、確かに分かんない。分かんねえみたいな。正解が分からんで、それは。そう、でも両方褒めないといけないらしい。うん。<laughs> そこは両方褒めるのよって言われた。<あ>そういうのが難しいなと思う。うん、確かに聞いてほしいだけの時もあるし、うん、認めて褒めてほしい時もあるし、うん、確かにその極めとかは難しいよね。うん、難しい。それでね、うん、なんか僕、仕事からさ、 お客さんがさその、まあ、仕事の愚痴だったりとかさこうちょっと悩み事だったりとかポロってこう話したりとかするわけよも、うん、まれてる時に、に、うんえー、その時にお客さんで、まあ、仕事の悩みを言ってて、うんうん、僕がその話を聞いて、うんえと「僕だったらこういう風にします」とか「こういう方法もいいんじゃないですか」みたいな感じで話をしたのね。 その悩み事にか関する解決方法みたいなお話をしたの。でそのその後ね、うん、来た時に、うん、あのすごい笑ったのが「うん、田中さんね」って「うん、の田中さんに言った仕事の悩みあるでしょ?」って、うん、それを男友達5人と、うん、女友達5人にしたんだって。 同じ内容そしたら男友達5人は、うん、全員が問題の解決方法をアドバイスしてきたって。で女友達5人は、うん、全員が、うん、大変だねって共感して話を聞いてくれたんだって。解決方法は女子からは出なかったって。 うんなるほど。<laughs> で彼女が言ってたのが、うん、実は解決方法別にいらんかったんだって。うん難しいね。<laughs> 難しい。ええってなんか話を「ふんふん大変だね」ってこうなんか予感して慰めてほしかっただけなんだって。なるほど。 この辺はやっっぱ難しいなと思って女性みんながみんなに当てはまるかって言ったらあそう,そう,そう,そうかもしれない,じゃないしで男性が、うん、男性が全員そういうふうな答えにはまってるとは限らないんだけどあそうだねうん限らないんだけどそういう意味合いでも、うん、やっぱり僕の思考は、うん、その男性の多くの人がやる思考パターンに 似ている近いんだなって思ってただ僕の場合は40年女性に合わせて生きてきたから女性社会で生きてきたのでうん、うん、そのなんかある程度今までは合わせられてたけど、うん、やっぱり合わせきれなかった部分があってちょっと限界を迎えたんだなっていうのは思ったのね。でなんかよくあの 女,子女心も男心も分かっていいねみたいなことを言われるんだけど多分思考パターンとしては男性より、うん、女性の思考パターンはどちらかというと学習で身につけたに近いのかなって自分で思っていてうんおっしゃる通りだと思う、うん、でもこれさなんかあんまり自分の中ででもこれって決めちゃいけないなって反省したことがあって、うん、前ツイッターでね鎌くさんっていう人がいてて。 ああいるねあのその人のコ,コメントで僕反省したんだけど結局人のことって全く自分と同じじゃないからうん、うん、男性であろうが女性であろうが分からんと、うん、まあそうね、うん、まああそうだなと思ってんか似たような経験で似たような感情は持ったとしても、うん、やっぱりそれ同じじゃないんだよね。うん,うん、うん 完全に同じじゃないからだからそれもやっぱり自分で決めつけちゃいけないんだろうなと思って、うん、う女性はこうだみたいなのもダメだし、うん、男性はこうだみたいなのもダメだしだから自分はわからんっていうのもダメなんだろうなってちょっと反省した、うん、なるほどね本当にね元女子だからって女子の気持ちがわかるかっていうとねそういうわけではないしうん、うん でもやっぱりその鷲見さんがさっき言ったみたいに女子、女性社会で生きてきたのが長かった分、うん。どちらかというと、その女性の、なんだろう、かん、ね、考え方とか、うん、そういったことを、まあ、把握している可能性は高い。うん。っていうだけ、うん、そうだから、そう、女性の中で過ごした時期が、うん。ね、あの、若い子でも、大なり小なりはあるから。うね うんうん、元女子だからえっ、ー、とこう生まれた時から体の性別と心の性別が一致している男性よりは、うん、こう理解はしていることはあるかなっていうのは思うけどでもやっぱちょっと分かりにくいことはいっぱいあるよねとは思う。でもこれって 同性でもきっと僕は分からない部分もいっぱいあるんだろうなって思うから、うん、なんか女性だから男性だからっていうのもあんまり気にしすぎてもいけないんだろうなっていう反省ではある。要はやっぱりカテゴライズせずってとこよね。うんこの人はこうみたいなうん、うん、やっぱり一人一人見てその共感するっていうのが大事。うんうん 共感するとか自分が理解しにくい思考パターンだったりとか気持ちだったりはこう理解しようとして歩み寄るそうだねのが大事なのかなって思ったうん当そうだと思うだから前さちらっと見たのがさ異性愛の人の方がすごいよねっていう話をんか確か レズビアンの方のツイッターだったかな、つぶやきでね、うん、異性愛の人の方がすごいよね、男女の方が同性よりこう共通とか共感できる部分が少ないのに、パートナーになるから、同性の方がその共感したりとかできる部分が多いから、異性愛の方人の方がすごいって言ってて。 なるほど。うんうんうん。うん、それも面白い考え方だなと思った。うんうん、確かに。うん。なるほどね。うん。でもなんか、それ考えると、なんだろう、お互いにないものに惹かれ合うとか、そういったで捉えると、<ー>ね、あるのかもしれない。一緒にいられるのかもしれない。確かに。うん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 。確かにね。それこそね、もちろん、なんかさ、よくさ、 その、元女子はさ、うん、生理痛の痛みとかがわかるとかさ、もろもろ。うん、だから確かに寄り添えはしやすい部分はあるんだろう。けど、うん。うちの方が、えっと、女性、女性、うん,うん。れない対象の元女子の場合。うん。確かに寄り添えたりするんだろうけど、まあ異性あるさだと、うん、確かに異性って例えば生理痛の痛みとかもわかんないし。うん。 確かにそのなんだろうな、そういう部分は結構ある。でも、まあ、逆にはないものだったりとか。まあ、やっぱ、それこそさ、まあ今自分でちょっと思ったけど、なんか男女の差とかじゃなくて、うん。人間性って部分に惹かれるところがあれば、ああ。関係ないんだろうね。あ、そうだね。うん。そうだね。うん。やっぱり、なんだろう、理想、僕の理想としては、 一緒にさ人生を歩む相手ってさその異性だからとかさ同性だからとかさそういうんじゃなくてさこの人だからっていうのが本当は理想なんだろうなと思う。そうだねそうだね。うん。性別ありきじゃなくてね。うんうんうんそうだね。うん。難しいけど。うん。なんか全然このテーマと関係なくなっちゃうけど。うん。 そう考えたら、なんで男女って結びつくまあ男女ってごめん、異性愛者だとし、異性愛者が、ここまで、なんだろう、うん、まあ一般的って言われてきたわけじゃない。うん、本当に今までね、過去ね。うんうん、なんで男女で惹かれ合ってきたんだろうって、ふと思った。まあ、もちろん遺伝子を残すため。ううん、うん、うんうん、<laughs> 別に男女じゃなくていいじゃん。 これは分からないんだけど都市伝説ではね、うんうん、男性がいなくなるんじゃないか説が今あるんだよね。あなんか聞いたことあるな。そうなんか Y 染色体がどんどん短くなってってるっていう説があって、うん、で、えー、っと卵子から精子を作る研究とかも今始まってるのね。へ したら、その妊娠・出産が、うんえっと、変わるものがない、今のところね。はいはい、妊娠・出産はやっぱり人の女性の体じゃないと、多分わ分かんない、僕そこまで調べてないから分かんないけど、うんえっと多分違う動物に妊娠・出産させるっていう研究は僕はよく分からないんだけど。うん 結局、女性がいれば子孫を残せれるようになるんじゃないかっていう、うん、ああ、はいはいはい、はい。うーん、あの世界が来るかもしれない。で、さあ、それもあるかもよ。<laughs> わかんないけど、うん。なるほどね。うん。あとは、やっぱり、魂レベル。僕はスピリチュアルの勉強とかしてるかあれだけど、その、進化としてね。はい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 。うん。で、 な僕、こっから先はすごい壮大なんだけどさ、うんうん、壮大になっちゃうんだけどさ、うん、その男性だから女性だからとかじゃなくて、うん、こう、人がさ、うん、誰でもさ、うんこう、愛し合えばさ、性別関係なくて、うん、それをどん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 広げていけば、うん、争いこととかは少なくなるんじゃないかなって、僕は思っていて。なるほど。うん っていうう感覚ではあるうーんあ<ー>なるほどね。うん。わかんないけどこっから、これから、こっから先はわからないけど、あでもね、うん、その、なんか、なんで男性と女性が惹かれ合うように、にその、うん、多くの人が男性と女性とひが惹かれ合うように、異性で惹かれ合うようになってるかはわからないんだけど、うん、えっと、僕、ちょっと、 1%, 1バイセクシャルじゃないほぼゲイなんだけど、ちょっとだけ、ちょっとだけバイセクシャルなのね。うんうん、で、あのねあの、バイセクシャルの方が絶対お得だって。なんでだってさ、なんか、うん、街歩いててさ、うん、例えばさ、今日、今朝コンビニでね、うん、僕で言ったらコンビニでさ、 イケメンがレジ打ってたらちょっとさウキウキするじゃんなんか今日一日ハッピーになるじゃんででんか会社の帰りに寄った居酒屋のさバイトのお姉ちゃんがさすごい可愛くて丁寧な接客とかしてさときめいたらさんか明日も頑張れそうな気がするじゃんバイセクシャルだとさバイセクシャルとかだとさイケメンもさ なんか可愛い女の子もさ、どっちもこう目の保養になるじゃん。お得だよ。うんもういっぱいご褒美があるから。はいはいはい。うん。なのでおすすめです。まあまあそうね、そうね。うんうんうん。そうなので、そうおすすめです。マイセクシャルはおすすめです。うんうん。 実際に恋愛になることはあまりないんだけど、うん、やっぱりこうなんか居酒屋のバイトの女の子がすごい可愛くて、すごいなんか接客がよかったら、もうなんかああってなる <laughs> <laughs> だし、そ,んそのお兄ちゃんがめっちゃイケメンでさ、うんうん、なんかこう高青年だったらさ、それもああってなるからさ、<laughs> お,得お得だよ、お得お得。そそうねそうねね うん、そう、お得。あんまり考えたことないけどあ、ほんと <laughs> <当>うん。人類の最終形はバイセクシャルなんじゃないかと思って。ああ、そうね。さっき、スさんが言った、その、女性、<laughs> 男性がいらなくなるっていうふうになるのと、バイセクシャル。うん、最終形とやっバイセクシャルっていうのは、まあ、確かにちょ,ちょっと通ずるところある気がするから。うん。 でそう、うん、あの博愛じゃないけど、みんながうん、うん、そのこう恋愛じゃないけど、恋愛とまではいかないけど、人に対して愛情を持って接せれるようになったら、うん、争い事がもうちょっと減るかなと思うんだよね。確かにね。うん っていう感じかなうんうんうん,、うん、うんうんうん。なので、僕の理想はバイセクシャルでポリアモリーポリアモリーはちょっと法律にね、触れてくるからいけ,いけないっちゃいけないんだけど。<laughs> ポリアモリーって法律に触れるのだって、えっ、ー、と、パートナー一人じゃないから。結婚してなければ別にじゃないそう。結婚してなければ別にいいんだけど。まあ、それはね、当人同士の。 ね、承諾を得てなのでいいんだけど、うんまあ、法律的にその、まあ、夫婦っていう形は取れないのでうんうんなるほどね、うん、うんうんだしあとえっ、ー、と結婚してたら不倫になってしまうので、うん、ああそうだねうん、うん、これはちょっと法律に触れてくるじゃないああそうだねうんそうだからねなかなかあれだけどね うん、みんな、みんな、みんな、なんか人のこと大事にできるような世の中になれば、もうちょっと、うん、ね、うん、ご近所トラブルとかも減るんじゃないかと。確かに。<laughs> <laughs> 思うんだよね。く <laughs> だ <laughs> <laughs> らないことだけど <laughs>。いやいや、また、あ、平和だよね。 うん、全員が愛しちゃってたら争いは、うんね、全員が恋人だったら争いは起きないじゃん絶対結局はそこだもんねうん <laughs> 愛せるかどうかだよね愛せるかどうかだねうんラブじゃなくてもライクぐらいになっていればまあそうだねうん、うん、いいかなっていう感じで、うん、全然あのまとまらないですが <laughs> <laughs> あの 歩み寄ってあの人の気持ちに寄り添えれるように、うん、今年も頑張っていけれたらなと、ね。頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<laughs> そんな感じで後半はこれでおしまいです。メインパーソナリティの清澄と。マキでしたバイバ,バ,イ,バイ。